皆様こんにちは。煙研究室第3弾眠くなっちゃったに出演いたします野間口徹です。感想やったーです。はい、明るい話ではないんだろうなっていうのは感じますけど、その僕自身がケラさんの暗い話の方が好きなので、そっちがいいなって思いながら、暗い中に笑いのペーソスが入ってて、そういう展開になれば一番舞台上で一番客席の人よりも楽しんでるかもしれないなと思ってはいます。前回砂の女は、はい、もう始まって5秒ぐらいでこうわしづかみにされたっていうのを未だに覚えていて、作品に見せられている作品への没入感がもう一気に訪れたなっていうのは思いましたね。ただ途中でふっと我に返った時に、なんてテクニカルなことをみんなやってるんだって思って、出るのは嫌だなって見ながら思った印象はあります。はい、僕に知識がなかっただけなのかもしれないですけど、単純に今までは要求されているものに応えれているのかどうかもわからないままやってたのが、もしかしたら少しわかるようになって、こんなテクニカルなことできないと思ったのかもしれないですけど、はい、初対面というか一度も絡んだことがない方がほぼいないので、まあ間違いなく皆さん面白い方なので、 100% 面白いものになるだろうなっていうワクワクですね。今あるのは畑が違うというと言い過ぎかもしれないですけど、みんなそれぞれにアプローチが全然違う人たちが集まっているので、その人たちがどういうふうに積み上げていくのか、そういう作業を一番間近で見れるっていうのが一番楽しいですね。何しろ僕2年3年ぶりぐらいなんで舞台をやるのが、それを思い出しつつっていうのもあったり、他の方々がどういうふうに積み上げているのか見るのが、それが一番楽しみですね。必ず楽しい作品にしますので、ぜひ劇場に足をお運びください。よろしくお願いします。